田中圭さんは実は撮影終わりの夜ご飯のメニューを考えています <laughs> <laughs> 急にほんわかしましたけどどういうことですかこれ間違いない <laughs> 毎日毎日お弁当をね食べないで家まで我慢してる田中さんを何度も見ました <laughs> <laughs> 我慢して我慢してることも多いですね <laughs> はいであのー、いや今その夜ご飯をまあ ウーバーなんですけど。うん 要するにそれぐらいしか一日の楽しみというかな,んかないわけですよでこうずっと毎日現場でお弁当,お弁当もおいしいんですけどやっぱり今日は何か食べようかなっていうのをこう毎日考えるんですけどあの選択肢もそんなに限られているわけじゃないですかでしかもね家も毎回引っ越すわけじゃないのでウーバーも限定されていますしでもやっぱり夜ご飯何がいいかなって考えるのがすごく毎日の楽しみで。 そそれこ,そこうじゃあ,あっちゃんとかにちなみに今日の夜ご飯何食べるんですかってこう人に聞いたりして教えてもらったら <laughs> ああいいなそれ俺も食べようとかただ、本当にそれこそ竹中さんだったりとか2話に蓮仏美沙子ちゃんとかゲストで来てくださって、まあ、本当に久しぶりでこうあ久しぶりなんて会話で入りたかったんですけど2人とも最初僕に気付かないっていうだから義堂の,の格好してるから。